これまで招致活動を進めてきた立場としてもですね、大変にこの憤りを感じざるを得ない、非常に大きな影響があるというふうに思っております。今日の会見で怒りと懸念をにじませた札幌の秋元市長、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会大会運営局の森泰夫元次長らがテスト大会の入札をめぐり逮捕されたことを受け、2030年の招致への影響に強い懸念を示しました。また東京大会で札幌が会場となったマラソン競歩についても、運営を委託した企業への発注の仕方が適正だったか確認する必要があると述べました。